スティックタイプはロッテ。ここだぞ、踏ん張りだぞ。得点が7対2となりました。ちょっと全日本としてはどうやって立て直していいのか。センター線を、1セット目からずっと言ってますけれども、はい、中心に攻撃をやっていかないと、もうブロックの餌食なんですね。そうですね。それにはサーブカットがセッターにきちんと返らないとできないんですが、それとあとバックアタックをもう少し戦術的に使ってほしいなという感じですね。今は良かったですけどね、今の福田のバックアタック良かったですけど、苦し紛れのバックアタックっていうのは絶対に拾われますからね。そうですね。さあ時間差、ブロックしっかりついています。フォローしているヤオハンプロ世界選抜山内、ブロックにかけています。おお、ケムナーがトスを上げて、アルタムナブロック、松川です。嬉しそうな松川、ご覧いただきましょう。ケムナーのジャンプトスを読んでいました。2枚ブロック、得点7対3です。もう一丁という大きな声、横田監督。さあバックアタック、今度は誰を使うか。おっと、ソケイケン、オーデンのスパイクがアウトです。ヤオハンプロ世界選抜のミスに助けられました日本。得点が7対4。サーバーがセッターサウスポーの長富です。ダイレクトスパイク、うまく押し込みました山内です。さあ7対5となりました。ここでメンバーチェンジです。3番コウ・ギョクシュ、ああ懐かしい名前が出てまいりました。ちょうどソウルオリンピックあたりですね。そうですね、老兵と体格を組んだりしていました。今年31歳です。やはり三谷さんと同じ世代でしたね。そうです、ちょうど私の後半ぐらいから入ってきた選手ですね。高さとパワーを兼ね備えております。三谷さんもこのくらいできるということなんでしょうか。頑張りましょうか。1番の大林、やっとコンビが出始めました全日本です。バレーボールというのは不思議なもんで、波がこっちへ行ったりあっちへ行ったりね、1セットの中でもありますね。特徴がバレーボールというのはヒッティングプレーですから、はい、非常に難しいんですね、その辺のリズムをキープするっていうのは。だから行ったり来たりするわけですね。そのドリブルしてキープするってことができませんから、その時間的な余裕を作るっていうのができない競技なので、その辺でやっぱりリズムが行ったり来たりするんではないだろうかと思いますけど。ブロックをフォローします。さあケンナーがトスを上げてルイス、今のプレーなんかとても即席とは思えませんよ。ケムナーがトスを上げてルイスに打たせるんですが、ご覧ください、いいトスを上げました。で小林の方も打ち破りましたね。大林です。日本はもっともっとこの大林を使ってもいいんですが、はい、ちょっと少ない感じですね。少ないですね。得点が8対5。トーレス、長富、ラストボールを高く松川が返します。さあ誰を使うか。おっとトーレスを使いました。つないでいます。ラストボール、さあこれは大林、中央から福田、ダイレクトスパイク、これはすごいスタンディングです。9番のルイス、いやどうです。もうすごいなって、もう一言ですね。でもう一つやっぱり羨ましいなっていう感じですね。本当ですね。ネットボールです。さあチャンスボールが返っていく。ワンレッグ、これはフォローする人がいません。日本はもっともっときめの細かいバレーをしなくてはいけないんですが、ちょっと荒くなっています。得点9対5。トスが近い。大林、このケムナーのファイト。さあここでメンバーチェンジ、2枚交換をします。大林に変えて名取、長富に変えて坂本です。
サーバーが3番の名取。ちらっと相手コートを見ます。そしてトーレスに打たせます。ケムナー、もう一度トーレス、最初は強打、今度は軽く押し込みました。はい、しかし今日本のブロックってのは1枚ですよね、大体、ということはもう本当に振られてるんですよ。はいはい。でこれだけ大きな選手が1枚ですとね、もうほとんどフリーバッティングに近いものありますから。なるほど。で逆に日本の、攻撃には2枚ついてしまう、はい、この辺がやはり日本がこれからやっていかなきゃいけないことなんじゃないかなと思いますね。繋いでいます。さあラストボールだ、誰を使うか。松川から名取、バックアタック軽く打ちました。4番の山内です。何か今日は山内の本来のキレのいいスパイクが見られません。そうですね、どうしてもなんかボールの後追っかけ打ってるような感じですね、はい、それから腕が触れてないと言いますかね、はい、なんかこう押し出すようなフォームですね。多分、振り切りの位置がいつもと違うんだと思いますよ。あ、そうですか。こういう時は自分でもおかしいなという意識はあるんでしょ。はい、多分ボールの下に突っ込みすぎてるなって気持ちは絶対あると思います、はい、本人。しかしトスが自分の好きなところに上がってこないと思ってるのかもしれませんね。なるほど。さあ思い切って打ちましたが、これアウトです。あ、残念そう。9番のルイス、すかさず1回目のタイムアウトです。ヤオハンプロ世界選抜最初のタイムアウトを取りました。ガソリン日赤ダッシュにワーキレー入った。レギュラー入れるなら日赤ダッシュ。日赤生き爽やか黒レーツのシュガーレス、生き爽やか黒レーツのシュガーレス、黒レーツシュガーレスガム新発売。カンバース、おいしいコンビ、ぽってりチーズをさっくり巻いたフードスナック、コンビで美味しい。カンボス、コンボス新発売。ニューレーシングゴーカート GX、 パワースイッチオン、ゴーゴーカートタマテック。テカってる、テカってるわ、レビューできました。ヒステカ防止のレビュー、カネボウから。うん、テカらない。バザール実施中。ホテルラビエ川寮、21世紀のおもてなし、心新しく温かく、伊東温泉に誕生します。使えということはもっとバックアタックを使えということなんでしょうかね。今フォワードの方に、ボールが集中していると、はい、いうことなんだと思います。でもう少しボール散らして、いろんな形で、攻撃していけば面白いと思うんですけどね、はい、4番のオーデンです。192センチあります。得点9対7、グローバルチームヤオハンプロ世界選抜。言葉の壁は簡単な英語で指示しています。ハイレベルなプレーをお見せしたいと老平監督は言います。クイックを見せました。5番の松川、松川も今年の日本リーグで成長した選手です。どちらかというとセンタープレーヤーなんですが、フォワードのレフトから打つ方がいいスパイクを打ちます。名取、高いトス、山内、決まりません。攻撃手、もう一度山内、今度は決まった。ブロックに当てました。ご覧いただきましょう。名取がトスを上げて、そして山内が打ちます。大栄のコンビです。おー、トスが近い、打ち切れません。攻撃手なかなか頑張ってますね。はい、この間もちょっと見たら私のこと見まして、サンウーダとかって言ってたんですよ。サンウーダ、はい、で懐かしかったですね。三ツ矢ということですね。はい、そうなんです、はい、中国の選手、私もサンウーって言うんですけど、非常に私もふっとこう、バックしましたね。はは
速い攻撃を見せています日本。ブロック、およくフォローした。さあ日本チャンスだ。誰を使う、ナトリ。徹底して山内にボールを集めている。良かったですね。日本のベンチが踊り上がって立ち上がって喜びます。8対9となりました。その差ワンポイントまで追い上げています。さあここは長富の頑張りどころです。大林も入ります。攻撃手に代わりまして14番のアルタモノアがコートに入りました。さあセッターはしばらくコートから離れてベンチでゲームを見る。これはいいんですよ ね、 そうですね、あの冷静に客観的に見れますからね、はい、ジャンプトス。さあ大林、おっと肩に力が入りすぎ、体も前に入りすぎ、ちょっと突っ込みましたね、得点が9対8、サーブ権がヤオハンプロ世界選抜です。横田監督。さあ山内、おお山内が突如として蘇りました、はい、面白いもんですね。あのやはり自分で一本、はい、これだと思うものがあった時っていうのは選手こういう風に感じになりますね。さあここで松川に変えてナッタを入れます。ご覧のように右膝靭帯を痛めております。元気ですとこの人のあの大変素晴らしいレシーブをお見せすることができるんですが、いやブロックの上でした。11番のトーレス、ワンポイントで変わります。松川がコートへ。得点が9対8、アルタモノアのスパイクサーブ、簡単に点を許してしまいます。やはりサーブレシーブが一つの課題になりますね。なりますね、はい、はい、とにかくズバ抜けてサーブレシーブがいいという選手が一人もいないんですからね、このメンバーですと。トスも悪い。こうなっては致し方ありません。11点目が入りました。でもええやったら遊びのてんこ盛りやんか。富士急ハイランド名物フリーパス、おもろいことやってるで。今年の小分けそば違いますでしょう。そば粉が変わった、この出汁本ガツオ、よく分かってらっしゃる。おいしくなったね。セブンイレブン、いい気分。ベビーアー、ベビーアー、カルピスウォーターライト新発売。この12キロカロリーは美味しい。夢じゃない。スーパーファミコンソフトファイナルファンタジー6スクエア。無用の君とんでいいね、この歌。やっぱり日本人は演歌だね。なるほど、ジャイブコーヒー。今日も崩しだ。昔五目寿司を作るのは本当手間がかかりましたよ。今は桃屋の五目寿司の種、いい時代ですね。これは、これは繋いでいます。さあルイス、ルイスのスパイクが決まりました。13点目。あれだけあのスタンディングジャンプが高いとですね、はい、どんなボールが上がってきてもなんとかできますね。まあジャンプ力、基礎体力の差なんでしょうけれども、あのハーフスクワットで170キロぐらいやります。はあ、そうですか、はい、これも繋いでいます。これはアウト、これはアウトです。残念そうな4番のキム・オーデンです。得点が13対9。さあ大林のサーブです。セッターに帰る2アタック、繋いでいる。さあ福田、
コートの真ん中に決めました。7番の福田、13対10となりました。第3セットです。もう1点、もう1点、横田監督のアドバイス。サブロック、フォロー、スルー、つなぐ、さあチャンスボールだ。おっとダイレクトで打つ。2番の長富、今の長富のプレーもちょっと分かりかねるんですが、そうですね、ちょっと気持ちが流行ってますね。はい、13対10となりました。サーブ権がヤオハンプロ世界選抜へ移ります。そこでね、あの全日本の方はもう、ミスに乗じてですね、はい、一気に行きたいところなんですね。そのためには1本のブロックが欲しいんです。はい、ちょっと体重みが下がりましたね。ケムナ、ソケイケンはルイスを使います。これはこれはいっぱいに入りました。ルイスならではのスパイクのコース。得点13対10。試合が第3セットです。大林、田尻、松川、ダイレクトスパイク。今のようにレシーブはミスしてはいけません。さあ最初のマッチポイントを迎えました。得点が14対10となっております。山内、福田、7番の福田。さあここで山内がフォワードに上がってきます。フォワードは山内、松川、そして長富。移動攻撃、センターからライトへ回り込みました。4番のオーデンです。2回目のマッチポイントを迎えます。ヤオハンプロ世界選抜。ソケイケンのサーブ、バカタックを使う山内。7番の福田、7番の福田がライトから打ちました。バックライトから。さあ得点が14対10。全日本が最後の粘りを見せてほしいところです。ケムナ、アルタモノはブロックは3枚ですがフォローができない。懸命に飛び込みました2番の長富ですがフォローできません。マッチポイント3回目、得点が14対10です。オーデンのサーブ、山内、ブロックの上、フォローしましたオーデン。さあこれを2で打ちます。ワンハンドで上げた、ナイスプレー。福田のナイスレシーブが出ています。山内が打つ、ワンタッチ、ワンタッチ取りました。今のワンハンドのレシーブは見事でした。見事です。福田のファインプレーですね。そうですね、福田のレシーブがなんとかピンチを切り抜けています。得点が14対10。サーバーが5番の松川のサーブですが大きすぎた。場内から大きなため息、横田監督も思わず苦笑いです。その隣が花田マネージャー。マッチポイント4回目、スパイクサーブです。さあ誰を使う、大林を使った、ブロックにかけている。さあここはおっとアルタモノか、いやこれはブロックアウト、ブロックアウト取りました。最後はトーレスを使いました。結局このセットは15対10です。第1セットが16対14、第2セット15対9、第3セット15対10、セットカウント3対0。ヤオハンプロ世界選抜が全日本女子を下しています。なお本日の試合の模様は、ただいま試合が行われた女子が3時30分から、やはり個人技に光るヤオハンプロ、日本としてはいろんな課題が見出されたゲームでしたね。まず日本の課題はですね、サーブレシーブ、それからもうすぐつなぎの、緻密さですね。であとコンビネーションをもう少し多彩にしないと難しいと思います。はい、で見習ってほしいのはですね、ヨハンプロの一人一人 の、はい、自立した姿っていうんですかね、きちんとしたスタンスを持ってバレーボールをしてますよね。だからこそコミュニケーションというか言葉の壁を越えられるんだと思うんですけども、ああいうふうに選手としてプロとしてのね、非常に意識の高さっていうのを全日本の選手たちも持ってほしいと
という感じはありますね。はい、4月23日に全員が揃いました。そこからコンビを整えて、そして今日のゲームに臨んだんですが、やはり短期間のうちにまとめ上げた老平監督というのは素晴らしい監督ですね。素晴らしいですね。言葉の壁っていうのは大きかったと思いますけれども、それよりも、戦術的なことと、いろんなマネジメントということで選手たちがついていこうという気になってるんだと思いますよ。はい、はい。敗れました全日本女子、このヤオハンプロ世界選抜の一人一人からいろんなものを学び取ったことでしょう。三谷優子さんの解説、実況松倉悦郎でお送りいたしました。